もう一枚ご覧ください。これはドイツで、描かれた風刺画です。右手のこの、これ一番大きなタンブルを上げているのが日本ですね。これは日本ですね。粉寒天を入れてますので若干とろみがあります。冬瓜と昆布とキノコ類のスープと我が家で採れたゴーヤ、そしてオクラ、お魚とこちらにも粉寒天入ってます。これこんにゃくですよ。普通に麺のように食べれます。